ちょっと話を戻しますと、一体高句麗っていうのはいつあった王朝か言いますとですね、高句麗というのはこのような地図で言いますと、実は今の北朝鮮からずっと北側に、遼東半島、それから遼寧省、吉林省、このように広がっていた大きな、まあ、国家、紀元前37年に建国された。結局北側を失って南に降りてきて、朝鮮半島の三国時代、私たちちょっと歴史で習いました高句麗と百済と新羅があった。これはその後の南の西側が百済で、東側が新羅、新羅とも言います。で、日本の、これちょっと日本列島がないんですが、和は百済と同盟をしていて、それでその実は百済を助けに和の五王が北に上がっていって高句麗を攻めた。で、高解道をのところまで攻めたので、この高解道王妃には我が攻めてきたという記述があるんです。で、こんなに大きな国だったのに、668年日本の天智天皇の即位の年に大東帝国、その時に中国が再び統一された唐に滅ぼされて亡くなってしまったんです。それでその後ですね、三国を再び統一した朝鮮半島の国家が高麗って言うんですね。古麗って言うんですよね。古宮領と古麗って言うんですけども、この古麗っていうのはモンゴルに滅ぼされてモンゴルの家来になっちゃうんですが、この古麗がコリアの語源なんですよね。今英語でコリアっていうのはその古麗から来てるけど、この古麗は高句麗を引き継いだので自分たちのことを高麗と言ったわけです。ところが問題なのはですね、実はこの高句麗が中国だっていうのが今の中国の主張なんです。だって高句麗見てわかるように、その北朝鮮の方だけじゃなくって、現在はもう中国である、中国東北地方に広く広がった国家なので、私の調べたところではですね、2002年から中国の、社会科学院が少数民族の調査を始めまして、2004年になって高句麗は中国の一地方政権であるという発表したんですね。このチュモンというドラマができたのが2006年なんですね。だから明らかにその時のその高句麗は中国であるというその主張に対抗して、新しくそのいや違うと、高句麗というのは今の朝鮮人の祖先が建てた王朝だ、だからそのこれは朝鮮史であるというために作ってるんですね。なのでそのドラマのテーマが大韓帝国に対抗して朝鮮を復興する、つまりは中華人民共和国に対抗して朝鮮は頑張って朝鮮としての独立を実行するんだぞというテーマが実は下に流れているということで、日本人は自分たちがその海に囲まれた日本列島でいること、それから実際に非常に古くから歴史がちゃんとその分かっておりまして、まあ、神武天皇が本当だとはみんな思わないんですけど、紀元前660年からとは言わないですけれども、それでもですね、天智天皇や天武天皇は本当にいらしてて、そのちゃんとその事跡が分かっているし、現在の天皇はそこからずっと血がつながっていることがはっきりしてるわけです。これは本当なんです、真実なんですね、日本人にとっては。だから日本人は割合に歴史に対してそのまあもちろん遠山の金さんみたいな歴史であれをその本当の史実かと思わないでみんな楽しむわけですけれども、その NHK 大河ドラマなんかが描くその歴史はかなり本当だと思って見てるわけですね。で、つい日本人はだから韓国がいよいよ歴史ドラマを作り始めたから、じゃあその日本の大河ドラマと同じようだろうなと思って見るんですけれども、でもですね、実際には朝鮮半島で書かれた最も古い歴史書というのは1145年12世紀なんです。それからハングルは実は15世紀にできたんです。つまり15世紀より昔は漢字の資料しかないんですよ。
それから13世紀に談訓神話を作って、それでもハングルは15世紀にしかできなくて、モンゴルが引き上げた後、実はモンゴルの使っていたパクパ文字を見習ってハングルを作った。つまり表音文字、アルファベットがあると便利だってことが分かって作ったんです。けれども最初ハングルは女子供というか、立派な男の使うものではなかったので、実際には20世紀頃まではあんまり使われることもなく、日銭修好条記といって、朝鮮の国を開かせて、その条約を結んで日本から輸入、輸出品も行くし人も行くようになった後、こんなに立派な文字を持ってるのにもっと大事にしてちゃんと使ったらどうだ。で、日本の学者が随分それを言って、でハングルがようやくその日本のひらがなのように使われるようになったのが実は史実なんですよ。日本が創始解明とかこういうことばっかりみんな言いますけどね、その前にそのハングルを使いなさいと言ったのも日本人なんですね。それからそのこの中でですね、何回か守門王がですね、部下と一緒に胡朝鮮を復興するぞってこうこの掛け声を上げるときに、その胡朝鮮の地図が出てくるんですよ。川に書いた地図が。そうするとなんとですね、もちろん、ね、さっきの高句麗の場所全部とこの南の方も塗ってあるんですね。つまりはこの南京くらいまでが確か朝鮮、胡朝鮮だってでチラッと見せてすぐしまうのね。やっぱさすがにあんまりその政治問題にならないようにしてたと思うんですが、私はそれを見たので、あらすごいわ、ダン君もそんなこと言ってなかったわ。ダン君神話って、その1908歳で亡くなったダン君はさすがにですね、この朝鮮を支配してた古い時代の古朝鮮の人なんですね。だからこっちはその今の歴史問題が出たので、北まで全部を古朝鮮で拡大したわけです。だから歴史ってのは実はですね、新しく作るほどその古い時代のことを拡大して作る恐れっていうのはどこにでもあるものなんですね。だから